あ、そうだ、メンヘラ姫が牢屋に入れられたところに行ったんだったな。すっかりライアン戦闘が板についてきたな。まあな、ライアンはこう出番がどうしても少なくなりがちだからな。仕方ねえんだが、ちょっとアイテムを揃えていこうかなっていう気になるぐらいのラインナップではないな。別にサクサクでいくから。まあパートこれいくつだ、37か。クリアするまでいくつからかな。まあまだまだクリア見えんよ。あ、そう、定期的に街作っていかないとさ、ちょっとめんどくさいけど、あれよ、ナンバーパークスよ、定期的に作っていかないと、ちょっと後からガッてやると、それだけやる回みたいになるからね、街づくりの回みたいな。それがちょっとやだ、定期的にやっていこう。オーフマン、オーフマンじゃねえ、スコットな、ごめん。でもね、名前間違えられても仕方ないよ、何もしてないもんだって、あの人は。みんなの占いのおかげで、すっかり警備員への自宅警備、自宅じゃないけどトルネコの前警備員の仕事が定着してしまったからな。すごく働くことをやめてしまった。昔はかっこよかったんだわな、スコットは。変動例の忠誠心あふれる選手みたいな感じでさ、今ではただの自宅警備員として口潰しの街もいた。行け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 、ナンバーバックス知らんわ。お、でも大魔法使いだったら後ろのじいさんの とっかえてくんねえかな。次はランベルかな。あとガーデンムークで1人手に入れたから、あと3人だな。3人で街でかくなる。であれね、街でかくなるってね、恩恵があるのよ。アイテムが増えんのね。メダルとか落ちてるから、一応でかくしていかないと取り逃しこぼしアイテムみたいなの出てくる。最終段階まで行くと結構強いもん売るようになるからね、それも目当てで。ここ出たはずなんだけど、あれ出ねえな。いいか、ミントソレッタ、ソレッタっていたっけ。ソレッタ多分めちゃがあると思うぞ。施設自体ないもん、建物が。オンババラ、サントハイム、サントハイムの左の町、サラン、サランにいる人が。2階のこの廊下の端、あの松明の前、あれこれ誰が考えたのかってシステムだよな、本当に。ドラクエらしからぬ、まあ、ドラクエらしいけどさ、この作業感が。来た、松明と向き合って修行するドラクエ。どういう状況だこれ、松明の炎を聖剣好きで消せたのみたいな。格闘、あ、ほら格闘家じゃねえか。すげえな、ピタリと考察があった。見た目は若さを保っていますが、もう50歳過ぎています。弱い50を過ぎてこのボディっていうのもすげえな。私を応援してくれる人がいたらそれは許してくれません。行け行け、ナンバーバックス。なぜ渡りに船なんだ。何、ナンバーパークスにお前を引きつけるものがあったのか。ちょっと待てよ、これアイテム取ったっけ。あ、ごめん、間違えた。俺前回家の町のアイテム取ってなかった気がする。それ回収しないとさ、でかくなる前とでかくなった後じゃ置いてあるアイテム違うのよ。ピンとこない人はこれを何しなこいつら。私には理解できないようなよ、この人たちね。ちょっとカオスになるのよ。これ教会のように見えるでしょ、
で、ここの、あの、もう完全にランダムだから、どこにどの人が来るかと。例えば、ここに今の荒くれが、さっきの読んだ荒くれがここに当てはまるかもしれないし、ものすごいカオスな様相が出来上がる。この街に。え、なんだな。街にはアイテムがあるんだよ。3個あるって言ってるでしょ。一軒前も取ったじゃん。もうその場所にもう一回アイテムが出てくるんだね。ほら、湯袋。要するにだな、っていうのかな。以前の街とは別物なんだよ。一見一緒に見えるけど。一見な、そこでラックのタレとかも出てくるわけ。そういうあれがあるのよ。だから、こまめにこう街を発展させ、かつ、アイテムを回収していかないといけない。あれ格闘家いや、こいつ。おお、あなたは、まあもう格闘、すっかり隠居ですよ。隠居しすぎだろ、お前。弱い50を過ぎてまでその肉体を保つぐらいの運動してたやつが、お前、この街に来た途端にその日暮らしのニートみたいな。すごいな。よし、メダル。だから、あの、次の段階に発展しちゃうと、今のメダルも取りこぼすことになるのよ。消えちゃうの。まあ、消えちゃうはしないけど、また街の人数減らせば元に戻るんだけどね。だから、こまめにチェックしていくことはとても重要だということだ。よし、では行こう。あと一人だったよな。アトランド行くか。アトランドも教会だったかな。教会か宿屋。どっちか行けば。でもここだ。ほら。こういうなんかいかにも、いそうな場所にいるんだよ。本当にごちゃごちゃしなくてすっきりしてて、いる場所にこうやって何回も出入りしてれば、そのうち出てくる。むやみに話しかけてくるな。私を誰だと思っている。いる。我こそは三体の神官クリフ。あ、クリフトさん、私ですよ。フレノールの兄さんの二人がいなくなっちゃって探してたんですけどね。ちょっと待って、こんななりだったか。なんかあれじゃなかったか。もうこんななりじゃなかったぞ。つか左上とかぶってるし、こんななりじゃなくて、なんか緑色のターバンになんか白いローブ着たおっさんみたいな感じだったけどな。行け。ワリフト、ワリオみたいな。ノーコメントだし。ノーコメントなの。あれはあれだからだな。なんか適正のテキストじゃないかな。それに対しては反応しないようだ。これで街がでかくだな。俺見ろ。でほらもうすげえでかくなってんのよ。フラー参加。とりあえず周りのアイテムを獲得して、それから中を攻めていく。ぼちぼちにね、ここら辺もだから商売を始めるかも。まだここら辺か。なんかでかくなるにつれどんどんいいもん売るようになるからね。今でこそだけど、ゴミばっかり溜まっていくな、さっきから。匂い袋とか、ウサギの尻尾、これ装飾品か。どんなやつ上がってもな。どうすんだよこれ。どんなやつ上がっても仕方ないからな。なんかねえのか。気になる人がいる。私どうしちゃったんだろう。喋ることないよ。全然変わんないから、この最初から最後まで。だから特に話しかけるロマンというものは存在しない。今のゴミばかり。それでも1個や2個はメダルがあるはずなんだが。もうなんもないの。でかいの宿屋だけじゃん。おかしいよお前。あ、ほらちゃんと適正の場所に
ちゃんとした神父が。あ、これ違うわ。これオリジナル神父だ。これ呼んだ、呼ぶ呼ばない関係なし、ここに生え抜きだな。この砂漠から生えてきた神父だな。おお、宿屋だけは随分豪勢だな。でもあの宿屋のおっさんも生えてきたおっさんだな。ちっとも大した方が上がった。泣ける。メダル一つもなかったよ。メダルで思い出したが、そろそろメダルが15枚溜まってもいい頃じゃないか。最初に行ったのがソレットだっけ。あそこ出てからだから、よしぴったり。次の商品はなんだ。周りのルビーか。まああと5枚で手に入るんだったら、まあ、これそんな雑魚装備アイテムってわけじゃないけどな。8上がるんだったら、まあまあトルネコにつけてやるかって感じだ。これザーザーの剣いい加減卒業してくれよ。なんかねえのかよ。じゃあスネアパパッと。で相変わらずメンバー構成はライアン、トルネコ、どうしよう、まあ、ブラ入れたい。グリフトブラでいくか。じゃあ、うん、悪くねえな。お、地味にトルネコの力が並んでるな。ライアンにドーピングした甲斐あったわ。全てトルネコにつぎ込んでるからな。なんだこいつや。ちょっと分が悪いぞ。ライアンイオラで、そもそも何をしに行くか忘れたっていう人がいるんじゃないか。前回のあのなんか茶番劇に目が行き過ぎて何をしに行くかよく聞いてなかったっていう。下に行く洞窟の中にあの持っていった真の盗賊みたいなやつを追いかけてるところだ。え、もうこれ意外と強いな。大声上げなっちゃう。大丈夫かな。なんか反物欲しくねえな。このようになったら忍び足使ってねえんだ。ベレス、すげえ。いよいよだな。いよいよだって。こう地獄からの魔界の俺たちの出番か。ついにそういうあのドラギガゾンビでいうキマイラクラスのさ、重い腰を上げたベレス。何かしてこいよせめて。せっかく俺がベレスを煽ってやったのに何もせず死んじゃった。忍び足、こうだな。ちょっとここがな難しいんだよ。しかもあのね外に経験値入んだよね。だからまあ弱いやつら連れていくとそれ相応の。トルネコちょっとレベル上がりすぎなんだ。まあいいか、トルネコだし。ちょっと上がりすぎなくらいでいいだろう、トルネコで。ちょっとややこしいんだよな。お、いける。宝を取れ、全部取りつついきたい。アンルースターいかんな。クリフトが穴になってるな。クリフトを勇者に変えるか。ちょっとクリフトにも必要とされてないね、クリフトが。ちょっとやばいだろ。まあ、ザラキは強いな。ザラキよりも回復してやれよ、ライアンを。惜しいぞ。まずいな、明らかに。これはメンバーコース改めるか。トル
猫を入れてる場合じゃないかもしれない。これどうしたら、すげえ成長してるけどさ、とりあえず開けようや。どうする、クリフトちょっと MP 少ねえぞ。しかもなんかこう幸先が悪いしさ、一旦出よう。これいかん、これはいかん。で一回メンバーを一回宿泊まって、どうする、トルネコ入れてるのがまずいのかもしれん。トルネコの、いやでも集中的にレベル上げよう、上げたかったからな。ここでやっぱマーニアか、俺がいないとイオラがないからな。あれがあるかどうか、ブレ外すか。いやでもブレはただでさえ成長遅れてるからな。だから成長遅れてるやつはここに集めたいんだよ一回。これで行きたいんだよな。クリフトはさほど成長遅れてねえな。でもクリフトが俺抜いたらやだな。クリフト変えよう。どうしよう。で魔法の生成あったよな。魔法の生成これを俺に持たせておくと、先生よし、これ3本まで多分ね、なんとかなる。ここ以降そんな使う機会ないからね。ベレスは後ろの人たちに戦ってもらう。もうかっけえな今の。やはり違うぜやることが、赤い犬の者たちが。すげえな、全然来てるじゃん。ちょっと眠ったんなら出すよ。ほんとよく寝るなこいつ。寝てばっかりやんのか日頃。こいつら眠らせようとしすぎだろ。卑怯な一味だ。濡らせて殺すことしか考えてないな。よし、ライアンは、ライアンはまだ上がってもいいな。さてと、ライアン、俺、トルネコ、俺、クリフト、よし。さて、右下の宝を採取したから今度は右上に。ややこしいからなんか一回迷うとね、大変な音になる。よし、こいつ本来ものすごい鬼畜なんだけどね、ドラゴニット。でもあれだ、もう通常攻撃のが強いから、高熱のガスが影薄くなってんだよ。お、いいね、素晴らしい成長にしている。これなんか誰か一人いない気がするな。まあいいか。よし、力の種、オッケー。これもトルネコに。で右上、これでこの風呂のアイテムはオールコンプリートと晴れて、次のフロアにここを進めることができるわけだ。うわ出た、一番綺麗なやつ来た。あ、ユラ。マナさんいいんじゃないか、確かに。俺はナイス。トルネコがこの強敵を前に真の力を。こいつ異常だろ。おかしいって。あ、マナさん聞いてるわ。やるな、クリフト。今の関東省だな。いい、今のはいい、本当に。真ん中のやつはマヌサかかってないから、そいつが動く前に倒したっていうのは、これはもうトルネコくんのナイス判断に尽きるね。しかしもうこれトドが出ないよね、狙うしかねえな。これだ、これ
差はないだろう。そうそう、グレートオーラス3体出ていきなり襲いかかってきたとかって偉いけどさ、そんなことがそうそうあるわけないからな。ハンババお前通りすがりのハンババをなんだと思ってるな。ハンババはただここ散歩してただけかもしれないじゃないか。ちょっと夜風に当たってくる、ちょっと夜風に当たってくるわって思う。グレートオーラスと麻雀してたところでさ、ちょっとタバコの煙がきついからさ、グレートオーラスが、あ、ちょっと夜風に当たって散歩してくるわっつったら、歩いてるところでいきなりザキで殺されたっていう。何一つとしていいことのない人生を過ごしたハンババ。仕方ねえや、ハンババはな、人に迷惑かけてからな、常日頃から。それの報いが回ってきたんだよ。調子いいぜ。ここにも宝がいっぱいあるんだよな。しかも割といいものがあるんだよ。こっちじゃね。あれだ。まずこれだ。これはいいよ。お、いいね。なんだろうな。一発で倒せるから4分の1でも悪くはない気がする。とにかく早く倒してくれ。左だろそこは。まあ実際問題になるのはグレートオーラスだな。いつぐらいだろう。すかこの調子だとブライが、またブライがあれだよ、大変なことになるよ。こっち違うぞ道。左だ。宝を優先すると。うわ来た。かいいいわ。お前うめえ。これはうまい。クリフトなんだ。や連れてきてよかったな。すぐ役立つ。重荷ざらき。いいね。ザラキ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 さ、使えないイメージしかないけど実際そんなことないじゃん。ああいうなんか肉しか食ってないみたいなやつ非常に有効。右にザラキしか入ってた。これだもん。どうする。で下手にあれやられると困るんだよ。ひでえことしてきたこいつら。いいかザラキだぞザラキ。これはどうしよう。下手に殴っても仕方ないなこれ。いいよか。ナイス。一匹なら多分なんとかなる。タバコか。そんなことしてる場合かよお前。いいか次は。オーラスを出しよう。オーラスを。何をしてるんだお前は。給料抜くぞお前。今月お前7万5000だぞ。これでお前の給料はどんどん減っていくからな。やめろ。いやーしかしこれ持つかどうかって話になってくるな。いよいよどう見ても袋小路だよ。どうしよう一回戻りてえな。なんか戻ってばっからだやだな。金預けてえな。これ全滅したらもう金がなくなっちゃう。これどうなんだ引くのか。あやべ、くっそしかザキでいいだろうな。無駄遣いだったわけだな。あれだ。だって右のトドなんだかしょこいつ。こいつはもういらん。やべ死んだ。あぶねえ。硬えなベレス。硬
体重はね、俺が死んだこの子さ、回復しろよお前、 MP のこういう体力感じなんだったら自分で回復してくれ。はぁ、ちょっと帰りてえなこれ。一回帰るか。これはさすがに無理だ。聖水があったとしても無理だ。ちょっとぐらいですか。でクリフト君非常にいい仕事してくれたんだけども、このまま連れて、てかトルネコいらんだろもう。さすがにこいつばっか成長してるみたいになってる。トルネコをブラに変えようか。そうすればちょっとバランスが良くなる。実際かなり足引っ張ったかなトルネコ。死ぬかどうかの境目でグレートオーラスの味方をするっていう。つまりパーティーはライアン、俺、グリフト、ブラ。これならそこそこ、さっきよりは忍び足使えねえんだ。そうだってことは俺抜かすしかねえなこれ。そうか、だからトネコ連れてきてたんだ俺。だからこれ重要だからな。うわ不安だこの世に。大丈夫か、不安しかねえよもう。噛み合ってねえもんだって。ああそうか、ガンガンになってるクリフト。右殴れ右、どっちも怖いけどさ。毎日噛み合ってねえな。でもね、回復するよりもねザラキとか使ってくれた方がいいんだよね。下手にこう手を出せる。つか魔法の先生全部俺が持ってねえか。いいやもう突き進め。知らん、袋とかある。袋の中入れときゃよかった。もうどうしてくれんだよ。例えば薬草とか使ってその場しのいで。いや厳しいだろこれ。なんでこんな何回も行き来しないといけないんだ。全部袋に入れとこう。あーで一応外のメンツに回復してもらって。大変な旅だこれは。えらいことになってるな。まあ、いや今回でちょっとさすがにこの洞窟は見納めにして。道はもう全部覚えたかな、さっきのね。ん？じゃあ、上から行って。いや、上じゃねえだろ、お前。またグレートオーラス。これはヘッドした。トルネコは。ザラキ。右の方。右の方。ザラキ。よし。おーし。リフトの MP が持つかどうか。よし、今ので MV20 消費。きついぞこれは。あれ右下、右上じゃなかったっけ。右下か。うわ文明がこうしてる間にも。おお、すげえ今のはいい判断だったな。ザラキが使えるんだこの洞窟で。やたらと。もうザラキ中とは言わせない。よーし。お、ここでさらに突き放すかクリフトよ。もうミナより上なんじゃないかクリフト。立場逆転。で間髪入れず忍び足。ああもうロスが痛い。早く忍び足使ってんの。また通りすがりのハンバーガー。
通り魔じゃねえかこっちが。ハンババ、ハンババニュースでちょっと最近ガーデンブルクの近くの洞窟で行方不明者が相次いでいます。ハンババ速報が流れるだろう。うお、右にイザラキ。ちょっと5人連続で攻撃してくると死ぬぞ。ひどすぎるだろこれ。おーいおーい、ちょっとこれは金太郎やってる場合じゃない。もう殺しが入る。よしで、ライアンに攻撃は全部ライアン。おー、言うこと聞け。よし、なんなんだよこいつらは。いきなり殴ってお前ひどいことをしたね。よし、もう MP ない。これたどり着けるか本当に。あ、結構回復すんじゃん。使えるな。まあここ以降使う機会もそうないだろう。魔法の生成って言っても。こっち。で、右下。あと宝3個だ。宝2個だっけ。どっち。この隙間行くか。ガンガン行こうぜ。右にいたら気が利くんじゃないかな。よーし、ザラキ大活躍じゃないか本当に。ザラキゲーと言っても過言ではないから。この洞窟は素でやっても結構難しいっていう評判の洞窟だからな。あれ、セキルとかしたかってことはこっちから行くと宝だな。よし、ナイスナイス。この宝がなんかえらいいいもん入ってたような気がするぞ。鉄仮面来たし、すげえ。鉄兜のお下がりをおじさんに。あ、クリフトもできんな。じゃあクリフトの方がいいな。これでちょっとマシになってきた。クリフトが来んな。よし、これならいい。先使わなくていいよ。それはちょっと MP の無駄だ。しかしこの疲弊しきった状況で勝てるのかどうか。おーし、ん、ドラゴンシールド、やったぜ。普通へ、これは強い。なんだこれ、最強じゃん。最強ドラゴンキラー、ドラゴンメイル、ドラゴンシールド、鉄仮面、ウサギの尻尾。完璧な。ウサギの尻尾いらないっていう意見はね、あれだよ、早計だよ。ウサギの尻尾をつけることによってアクセントが生まれるんだよ。おしゃれ店員風に言うとケツにアクセントがある。いけ、左にさらき、インド人を左に。あー、ダメだ。このグレートオーラスは装飾だな。溜めてる間に殺されるんじゃないか、とにかく。溜めた力を発揮することはできず。トルネコ享年38歳。ダメだ、ザラキの神通力履歴が切れてきた。ラリホ使えんだったら左にラリホ使ってほしい。ったく、読んで倒した。今のブライが倒したことになるのかな。確かにブライの自慢の種にならなければいい。おい、お前マジでよ、空気読んでくれよ。生き返らすの、くそこいつ、このデブ、お前どんだけの、お前この財政の厳しさ分かってるトルネコ君。本当に瀬戸際よ、分かってるな、あなた。本当にもう敵出ないでください、本当に。もういっぱいいっぱいなんで、僧侶たち。出ないで、あそこまで、あそこまで。
もう出ないで、ほんともう出るんだよこれが。まあルースターとかさ、あ、ナイスナイス、寝れ寝れよ。もうなんか余計なことするな、もうそういうことは。何がこんなすんばらしいんだよ、やめてくれ、しないでくれ。よしナイス、もう出るな、一匹たりとも出るな。しかしよ、これの状況を見てさ、どう思う？厳しいぞ相当。気を引き締めるも何もさ、なんか俺寝てるでしょ、貸し借りにはうるさいんですよ。お前じゃあ今さっきザオラルで生き返らなかった分の貸しはしか覚えてるかな俺が。とりあえずここら辺物色しよう。先生、まあ、魔法の先生かと思ってテンション上がって俺のあれを返せ。メダルあと4個。うん、お、疾風の番だな。これがね、ちょっと待って、おしゃれグッズ、このライアンのウサギの尻尾に変えて疾風の番だな。これでちょっとライアンもいい感じで装備あれ動けるはず。4249、ほら、まあちょっと足りねえが、まあかまんだろ。バコタの日記、竜の月の3日、いよいよガーデンブグル城なら仕事に取りかかると。伝説の天狗の盾だ。カンダタ・ラゴスといった伝説の大盗賊にかとも並べるだろう。天狗の盾は見つからなかった。全くなんてことだ。ああ、まあ、この人が真犯人だってことだよ。要するによくこんなところ安眠できるな、こんな洞窟で。あ、逃げる。グーム、敵グーム。グームってのもねえだろお前、何をやってるんだか。ミスミス逃がすとは間抜けにも。いやいや、まだ逃げてないじゃん。逃げない逃げない、ほら。何なんだよ、流れが噛み合ってねえじゃないかお前ら全員。ミスターハンを倒せばようやくここクリアだな。頑張って。効かないってお前さ、味しみてえな、さっきので。こいつ装飾だから効かないから、命大事に。お、いいね、今のなかなか有意義に使ったんじゃないか、自分の力を。あ、これさ、ライアン死んだらさ、ちょっと危ねえ。とにかくライアンを生かせと、ライアンを殺せ。一撃やライアンに来ると厳しい。ブライに来てくれ、もうブライはいいよ。うわ、まさか。おーし、ナイス、来たー。土壌に来んだ、ナイスすぎる。今の承認はでかいぞ本当に。うおーし、あぶねー、29000。キングルーバルザックのすげえな、いいとこで呼んだね承認軍だ。やるときはやるんだよトルネコは。これでさっきのまあザオラルの歌詞はなしにしちゃってもいい。いやー、仕事した仕事した。レベル33ってゴリ押しになってくるぞ、どんどんベホマラーとか来たし。ヒャダイン、すげえ、ようやく来たの。でもようやくじゃないか、レベル12か13ぐらいのヒャダルゴブームから1点、もうヒャダルゴしかできないじいさんになってるさ。それがようやくヒャダインを覚えたことによって。お、何でしょうか。素早さの種、やったぜ。それはライアンに献上しよう。お許しください、ライアン殿。お見事、もし困っているようなら力になってあげなさいと。お嬢様いい人だな、なんかこう信じる方向に持って行ってくれたりな。あの人は本当に一人でここまで来れたんだろうか。ドラゴニットやらに金を渡しながら進んできたんじゃないだろうか。前に戻ろう、疲れた。いやー、とりあえずセーブしちゃえ。
ジョーの話を聞く前にセーブしてやめよう。ジョーの話を聞いてる間にっていうのもあるからな。そこ最優先で行くわ俺。で宿泊まるのとかも後回しにしよう。とりあえずセーブ最優先で。何分ぐらいやったかな。30分、34分ぐらいかな。大変だった。でも1パート1でクリアできたのよかったな。